さっきの声、あっちだ。そこにいるぞ。誰だてめえは。ボスだと？お前みてえなガキがか。チャイニーズのボスはショーターだろ。彼は放逐された。何？アシと行動を共にしたことで上の連中の怒りを買ったんだ、うん、よし、話を聞こう。火星に来たぜ。ただしアシのな。お前たち、ボス、来なくちゃ。こいつもぶっ壊しちゃうのかよ。そいつは後で俺。ボス、あとフライにこれを用意するよう言っておけ。オッケー。イエスボス。2時間経ったよ、起こさなくていいの、うん、一体さっきから何を怖がってるの、うん、それだけだけってお前ね、うちのボスはライオンよりおっかねえんだぜ。言われた通りしてこのざまだぜ。僕が起こすから。2時間経ったぜ。2時間。そうだよ、そう言ったろ。覚えてねえ。シャワー浴びてくる。アッシュの一つ一つの動作を息を詰めて見てる。ほとんどだ。なんとか中立を保ってるのはチャイニーズを除けば2つだけ。みんな仕返しが怖くて何もできねえのさ。オッチも危険であることに変わりはない。それがまるっきり動く様子がね。ボスはケインブラッドだろ。ああ、ハーレムの黒い魔王、血まみれケインさ。俺が直接ケインに会う。あ、ボス？ゆうべ帰ってこなくて、会って謝らなきゃならないんだ。謝る？なんでさ。ちょっと喧嘩しちゃって。ボスと喧嘩？度胸あんなお前。おかえりアッシュ。だって今夜はハロウィンだぜ。でも王さんのことだ、どんな汚い手を使ってくるか。そうだよ、マフィアもついてるしさ。あいつには何も知らせるな。でもボス、一緒にヤバいとこ切り抜けてきた仲間だって言ってたじゃないか。あいつといるとおチビのスキッパーを思い出しちゃって情が移っちゃったぜ。何も教えてやらずに力ずくで空港へ引っ張ってっちゃったら。どこへ行くんだ。目覚めたんならちょうどいい。荷物まとめろよ、空港へ送ってくから。それは全部アッシュの命令なの。分かってくれよ、俺らだってつれんだよ。でもお前がいるとボスは思うように動けねえんだ。ああ、いいさ、もちろん。じゃあ行くか。アッシュに伝えてくれないか。もうダメだ、おりゃもう黙っていらんねえよ。な、何のこと？やっぱり何か隠してんな。ボスは今、イーストブロードウェイ駅でオーサーと戦ってる。情報が入った！ボスはもう駅にはいねえ！ハト出ないの？むちゃ言うな！これ以上スピード出したらこっちがおしゃから！アーベ、背を焼かすな！あのバカ！立てよ。どこも同じニュース何回も流してたぜ。ボス！電気を消せ！ってあいつが狙っているの。奴らとは翔太の一件で揉めてるから仕掛けてきても絶対乗るなよ。本当にシンなら何か知ってんのかよ。僕の勘だけど、シンのボスのユエルンならきっと。おいでなすった。僕たちは喧嘩をしに来たんじゃない、君たちのボスのシンに会いたいんだ。無理してな。どこ行くんだ。問題はそれがいつかってことか。ま、ユエルン様から聞き出すさ。そっちはパーティーに潜り込む方法を考えときな。なんでだよ。パーティーに連れ出すくらいだぜ、何らかの対策を取ってるってことだ。チェ。必要な時は迷わずぶっ放せよ、出ないと死ぬことになるぞ。動いたら撃つ。撃て、名もはったりだ。エジ、しつこい奴らだ。俺が奴らを別の道に誘い出す。たくあいつ、マシは弱ってる。助けるにはこれしかないんだ。どこへ行くんだよ。死ぬのか。スリー、気がついた。他の場所へ連れて行かれた。俺たち別々の車に乗せられたんだ。俺たちはアッシュリンクスの仲間だ、あんたを待ってたんだ。何すんだ。そんな話通じると思ってんの？マックスはどこ？怒るとシワが増えるぜ。
あんたとは二度と会いたくなかったのに。よく考えて選びたまえ。やったー、アレクジオ。僕たちは肌の色も目の色も生まれた国も全て違う。でも僕たちは友達だ。それで十分なんじゃないのかい。いろんな人に会えた。そして何より